はい、皆さんこんにちは。今日12月の22日木曜日です。今日もね、ちょっと公園で練習をしていきたいと思います。今日なんですけども、フォームをね、ちょっと意識して練習をしていきたいと思います。もともと動画を撮るきっかけになったのが、やっぱり自分の走りを動画でチェックをして、でおかしなところは修正していきたいなって、そんな風に思ってまして、今特にね、右足がちょっとおかしな振り出しをしてまして、その辺を意識して、何本か練習をして、あとはサーキットトレーニングですね。また今日は股関節周り、腸腰筋とかね、ちょっと股関節の周りをメインにした、サーキットトレーニングを組んできましたんで、まあ、基本的に全身やるんですけどね、ちょっと特に股関節を意識したサーキットトレーニングをやって、あと坂道ダッシュ、せっかくねここ来たんで、芝生の坂道をね、何本かダッシュして、行きたいと思います。はい、じゃあそんなことで、年末ですね、ちょっといろいろ忙しいんですけどもまあ忙しいなんて言ってるとね、ダメなんで、できることをね、限られた時間ですけどやっていきたいと思いますんで、今日もよろしくお願いします。頑張りましょう。右足がこう蹴った後に内側に入っちゃうんですよね。こういう感じで、こう蹴った後にこう内側に入って、でこうまっすぐ綺麗に後ろに蹴れてないんですけど、これでももしかしたら左足が悪いから、こう左足のバランスをとって、そういう、振り出しになっちゃっているのかもしれないですね。理由がね、なんでそうなっちゃうのか全くわからないんですけど、もしかしたらちょっと左足の影響があるのかもしれないですね。意識してるんですけど、なかなか直せないというか、うまくいかないですね。
あーきつい。おお。いやダメ、ああきつい。今日はこのぐらいで、勘弁してください。
お疲れ様でした。出ました。